こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はフェスの3弾だね。ハピニューイエソービスシュシュシュ、こちらがちょっとね、またちょっと後でやりたいんだけど、とりあえず今回この極フェス第3弾、時間になってしまったのでこっちを先にやりたいなと思います。はい、でまあだいたいね、いつもフェスの3弾っていうとだいたいここが目玉になってくるところではあるんだけど、まあ解説動画の通りですね、人によってはこの第3弾が一番いいわけではないというお話をしました。やっぱりね、ここね、信用儀が多すぎて人の手持ちによってはその信用儀単体じゃ生かせないっていうところがあるので、まあ人によってかなっていうところがあるんですけど、まあ個人的には今回入ってる信用儀シャントットとスコール、それからセフィロスに関しては全て手持ちがね結構揃ってるので、僕としては結構いいガチャになってるのかなっていうところ。あとユナのリミットブレイクガーディアン召喚、まあこちらに関しては栄光を手に入れたので、まあそこまでそのね、もうその使ってみた動画撮りたいっていう欲はないのでいいんですけど、まああとまあ新規装備を狙っていけたらなっていうところです。ただちょっとね、一つ気がかりなのがこれだよね、シャントットの LB オーバーフロー。これさ、見ました、この間のシリーズハッピーガチャでこれ出たんだよねここで第3弾でさ出ちゃったらさ、それこそこの間のガチャはガチャ動画は一体何だったのかってなっちゃうよねって言ってると、多分絶対出るんだよこれ出る気しかしねはい、で、あとユーナの、そうだね、何気にこの戦技ね、何気に初登場なんだよね、ずっと出なかったんだよね、意外とユーナのこのヒーラーにはもう普通の標準装備になってるようなこのね、星6戦技、基本中のキノジの戦技がようやくユーナに実装されたというところなので、まあガチユーナ勢は必須でしょうねこれはね。あとフルバフ覚醒のユーナのやつはい、まあそんな感じでやっていこう。あ、失敗したわ。ガチャの前に課金しとくの忘れたな。まあまあまあ、でもこの今手持ちの石で終わらせればいいだけの話なので、行くぜ。しかし1個か、行きます、キープ。お、これどうしようかな、目標設定どうしようかな。これはシャントットかな、シャントットの新奥義かな。これ鎌だけど杖なんだね、杖扱いだね、鎌だけど杖扱い、シャントットだろうなこれ。うん、まあ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 、一発目としてはいいんじゃない、シャントット新奥義絶対使うもんね。シャントットなんか絶対雷魔法パーでは絶対入れるキャラなので、新奥義持ってくに越したことはないでしょう。これが条件がアビリティ使用回数だね、アビリティ使用回数で威力が上がるというやつです。で2回目いきます、22連。22連ですが、目標設定はシャントットだけじゃ絶対終われないので、あれは欲しいかな、あれは欲しいね、あの人のあれは欲しい。いきます、キープ。これは玉ねぎ戦技だな、アースオブ玉ねぎ、そんなんじゃない。これはいらないよね別にね、自身必殺ゲージ1貯めるとはいえ。はい、何連目だ、33連いきます。2個3個4個5つ5個、急に4個から、あーくそ、なんか15、昨日のさ見ましたか、昨日の15ガチャもそうだけど反発多いよね。モグリ、オッケー。あーバカ、これあれだよバカ、これほら絶対来ると思ったもん
ほら出ると思ったよ、これ絶対出ると思ったよ。もうただ LBO F は超連すると威力がねかなり上がりやすいっていうメリットはありますけど、まあ別にね、別に超連したいとは思ってなかったからね、別に威力が上がるとはいえ別に今のタイミングで超連したいなぁとは思ったわけでは全くない。うわ、いや単発やつきついね。なんか第一弾でやりすぎた感じあるわ。第一弾で極フェス第一弾が、あ、言うな戦技だね。極フェス第一弾でちょっとやりすぎたからな、本当に。あれが効いたね、多分。あれのせいで15と3弾がこんな感じになってんだな、これ。ファイナルウォール。ファイナルウォール。これどう見ても白魔法系の必殺技なのに黒魔導士モデルっていうね。まあ、白魔導士モデルってもう使っちゃったのかな、これネタとして。黒魔導士モデルなんだね。いやー、どうする？ここまで、まあ、LBOF はもうかぶりって出てしまってる。でも全然引けてねえな。待って、全然引けてねえぞ。全然引けてねえ。なんか、いいやつが、いいやつというか、引けてなさすぎだね。やっぱ、一個ずつが鬼すぎるね。うわぁ、行くしかないなぁ。この引きだと、まあ、さすがに引き下がれないわ。ちょっと行ってくる、地獄へ。はい、地獄から、こんにちは、ライムです。あ、そういえばあれだわ。FFRK 動画で明けましておめでとうとか一回も言ってなかったね。もうこの前の動画でもう3つ、3本動画出してるから、もう明けましておめでとうって感覚じゃなかったんだけど、まあ、挨拶動画、その、年始のね、挨拶と抱負動画を出しているので、ぜひそちらをご覧ください。明けましておめでとうございます。てかね、まだね、この引きだとね、明けましておめでとうじゃないんだよね。まだ。まだおめでとうとは言えない。ここのね、ミラボを3つ4つ出てきたあたりでようやく僕の端末がまあ明けましておめでとうなのかなっていう感じがするんで、まだね2つはまだし、まだね僕の端末まだこれ2020年だわ。まだ2021年。おどっち、いやこれは LBOF だな。いやシャンオギと、あれ LBOF だな、多分、セフィロスの。これ闇テラスって読み方でいいのかな。でもこれあれだね、闇属性強化くっついてるコテなんで、現状の最強の闇属性強化防具かな。防具としては最強になるのかな。まあ、だからまあ、これはまあ、防具としては強い。防具としては全然ありだね。オッケー。はい。何連目だ？もう66連目次。次66連目。もう、ボーン満杯だよね。そうなるか。ちょっと整理してきます。はい。帰ってきました。まあ、ここでもう終わらせたいね。次66連ですよね。スタンプ待って。スタンプ、あれ？なんかスタンプがもう選べる超絶までは行ってんのか。選べる超絶までは行ってて。どこでスタンプ書く？あ、ここか。え？え？遠くない？スタンプ。200連しないとダメなの？200連しないといけないの？これ。きつくない？これ。確かスタンプ2種類あるんだっけ？極フェス通してのスタンプと、あとガチャごとにあるスタンプで分かれてるんだね、そういえば。今回は。これきついね。ガチャごとに設定してやるやつだと200連しないとダメなんだ。地獄みてえな。220連地獄みたいな天井設定だな、これ。まあ中にはいるんでしょ。行く人は行くんでしょうけどね。本当の超ウルトラガチ勢の方は220連しちゃうんでしょうけど。いやー、2個ずつか。まあ増えたけどさ。いや、増えたけど、スキップ。え？ここに来て星7なしだと？あ、でもこれ覚醒出たか。ユーナセット揃ったか。覚醒と何入ってたか。あ、セギか。
ゲージ2増える戦技か。これフルバフ覚醒じゃない？この杖の方が。おー、オッケーオッケー。まあ、ユーナの覚醒、これ自身は欲しかったんだよね。ユーナセットがここで揃ってくる。ユーナセットがここで揃ってくる。なるほど。ユーナセットがここで揃ってくるのは、まあ、まあ、いよいよだろう。これ以降出なければね。怖いんだよな。もうこの後ユーナ絶対出るもんだって。77連目。いやー、もう終わりてー終わりてー。4段5段あるんですよ、この後。4段5段あるんですよ、この後。明けましておめでとう来るぞ。ここから明けましておめでとう来るからな。どうだ？ここの引き以下によっては、ついに僕の端末に2021年がやってくるぞ。お！ 1 個かい！ほら、来た。ユーナ。もうこっからユーナ地獄が始まるんだぞ、これ。ほら。ユーナ地獄。さあ、どうだ？これはいかんぞ。これはいかん。全部かぶりじゃん、これ。3つ出たのに。これはいかんぞ。いや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 、これいかんぞ。これはいかんぞ。これはいかん。もうないもんね、次が。次いけないもんだって、これ。足んないもん、ジェムが。やだなぁ。はぁ？地獄、二度目の地獄から帰ってきたよ。やだよ。自分にお年玉してるわ。てか、運営にか。運営にお年玉あげちゃったよ。スコール、セフィロス。きついなぁ、このガチャ。で、バッツも、玉ねぎも出てないもんね。星5はもう全部揃っちゃったぐらいじゃない？これ、多分。だよね、星5全部出てるわ。あともう星7だけだわ。うわぁ、きつ。きつ。星7だけだわ。もうだから、星5の時点で、ただのミラボの時点で全部外れってことだね。で、ただのミラボに関しては、属性強化もついてないもんね。多分。ついてないもんね。いきます。さすがにこれ2つとも化けてくんないと、オッケー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 。バッカ野郎。もうこれ超連マックスじゃない？ちょ、連動、あ、まだか。これ、そうか、あれ？新奥義は10まで行くんだね。マックスはそこなんだね。新奥義高いんだね。LB 傭兵がなんか少なすぎんのか。あー、でもこれユーナのリミットガーディアン、なんちゃらだ。長い名前が。リミットブレイクガーディアン召喚。名前が長え。一応、生属性強化くっついてるんだね。バルファーレってメインどっちなん？風じゃないの？ユーナじゃない。バルファーレって、風メインじゃねえのか。風の魔石で出てくるよね、バルファーレね。うわぁ、どうすっかなぁ。どうすっかな。もういよいよだよ。いよいよだよ。もういよいよ考える時じゃないこれ。だってスーパーノバ。あとスーパーノバとエンドオブハートでしょ。あとこの4つか。この4つだよ。みんなだったらこれどうしてるこれ。どうすんのこれ。いや、みんなだったらどうするよこれ。確率だって。ああ、でも、ん？星7率でも 8% あるんだね。こうしてみると。結構高いね。さすがに。星7の数多いんだね。 8% か。通常枠で 8% あんのかこれ。意外と高いな。意外と高いとは言えんだよね。嫌だよね今。あぶねえ。でどうすっかな。これこの中の一つは出したいよね。この4つの中の一つは。本来の目的は、僕もセフィロスの新奥義出たらもうやめようかなって思ってたんですよ、このガチャ。4段5段とか普通に行きたかったんで、セフィロスの新奥義だけ欲しかったんだけど、
もうここまで来るともうよくわかんなくなっちゃったよな。これラストにするかな。出ても出なくてもね。まあ、出ても出なくてもラストかな。まあ、そう、バッツはバッツでまた、3回確定攻撃できるのかな、バッツのシンクロがあれば。おおついに。まあでも、ここまでのことを考える。ただこれで、ユーナ祭りあるんだよね、これ。怖いよ。ここ怖いよ、マジ。モーグリが出るまで。いや、モーグリ来るまで、全然、安心できないな。この後何個変わるかだよ。ここすげえ大事。オッケーオッケー。3つならオッケー。もうこれもう外れたから。星5は全部外れたから。さあ行くぜ。君の背中に起こるよ。バカ野郎。これもう超、レンドマックス。もうレンドマックス。闇テラスレンドマックス。初実装にしてレンドマックス。さあどうだ？バカ野郎。もうやめて。あー、新容疑か、これ。新容疑っぽい。これセフィロスだよな。さすがにな。これ刀って言ったらセフィロスだよな。おおおやばかった。なんかもう、15のアラネア、アラネアと同じだわ。15のアラネアのさ、コテもすごかったもんね。まあ、もう、アラネアに関しても、このセフィロスのコテに関してもね。幸いなことな、ことは、属性記憶がくっついてるところだね。これのおかげで、防具としては最強っていうところで、一応、まあ、今後の攻略にも役立つっていうところは、せめてもの救いではあるね、これね。救いではある。少なくとも。で、火力がマックスになったわ、これ。はい。あ、でもこれ意外と生属性強化くっついてんだね。この杖。で、こちら、塩招き。うわ、きつかったな。ここまで100連ですか。110連？もう何連したかもわかんないよ。99連か。もうここまで回す予定全くなかったですね。3段。もうなんか、22連ぐらいで、あっさりちゃっかり新容疑出て、わー出たーやったーこれからセフィロスのスーパーノバ使ってみた動画アップするよーみたいな感じのつもりだったんですよ。感じのつもり。なんならスコールの新容疑も、僕のイメージでは当ててた。22連とか33連ぐらいで。あ、ほんとガチャわかんねえな。ほんとガチャわかんねえわ。本当ガチャわかんないね。あー、なんかちょっとね、バッツ使ってみた動画も出したかったんだよね。使ってやってみたかった感じあるんだけど、もう無理だね。もういいです。もういいや。もう3段のこのガチャには疲れた。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。